ゆりです。久しぶりの鳥歩き動画。普段からあっちを見たりこっちを見たりしながら歩いているので、カメラがなんかすごいブレています。朝のトンボを撮るのはずいぶん久しぶりで、161話豆乳屋さんに行くという動画をちょうど2年前くらいに出していました。おっと、この謎のキャラクターは香港政府が今頑張っているリサイクルのキャンペーンに使っているキャラクターです。週に何回かこの場所で決まった時間に資源ごみなどの回収をするよといったことをしています。こちらアップルショップ、リンゴのマークがクリスマスバージョンになっていました。リボンがかかっていて可愛らしいです。朝のトンロワン、時間にすると8時より少し前なので、まだ人がそこまで多くありません。なので、休日だったらきっと写真の行列ができるんだろうな、というような、こんな可愛らしい飾り付けのところも、今の時間帯だったらガラガラです。こちらはハイサンプレイスの前にあるクリスマス用の飾りでした。この辺り、時々二胡を弾いているおじさんがいて、今日もいました。2年前、豆乳を買いに行った時には、あいにくいなかったんじゃないかなと思います。2年前と変わらず、私の足音がコツコツうるさいですね。ニコのおじさんはコロナ期間中もちょいちょい出てきては、ご自身で演奏を楽しまれていたような記憶があります。ここは昼間はお店が出て、お洋服や雑貨などが売られています。ここのお店は新年が近づいてきているからか、赤い下着が結構見えました。香港に来たての頃、ストッキングをどこで買えばいいかよくわからないという私に、ここら辺に来れば売っているよと日本人の方が教えてくれました。なんかそんな感じに、主に女性のお洋服関係が結構いろいろ集まっている一帯でした。そんなお店群をちょっと抜けて向こう側の通りに出たいと思います。この辺、かつては朝ごはんを食べる人たちで結構にぎわっていた気がするんですが、全然今日は人がいなくて逆にびっくりしてしまいました。ここはヤムチャ屋さん、おかゆも売っています。さあ、161は2年前に来た豆乳屋さんはもうすぐそこです。前回来た時とは経路がちょっと違いましたね。こちら、上海香港麺屋さん。私の好きな豆乳があります。ここはお砂糖の量を自分で調節できるので、と言ってもまあお願いするんですが、減らしてもらったり増やしてもらったりすることができるので気に入っています。お値段2年前と変わらず10ドル。容量が少し減ったかなとは思いますが、でも減ってないかもしれません。そんな感じで朝いただくのには十分な量です。以前と同じくチーファンも売っています。持ち帰るときにビニール袋に入れてくれますが、このお姉さんもいいところで結んでくれて、この後持ち運ぶのが大変楽でした。このキュッと結ぶのがポイントです。さあ、それではお店を後にして、ここの通りをビクトリアパークの方へ向かって歩きます。ちょうど私の背中の方にそごうがある感じです。ここの通りは飲食店が多くて、お昼時などはすごく混むんですけれども、朝のスタートは結構遅めです。シャッターがまだ閉まっていますね。お昼の時間帯、私はただですね、ここの一帯のお店に来るということはあまりなくて、あまり新規開拓もしていないんですけれども、この刀削麺はちょっと前から気にはなっています。油揚げみたいなのが置いてありますね。香港あるあるです。こちら、豆乳屋さんです。お豆腐屋さんですね。で、いろいろお豆腐関係のものが食べれますが、豆乳もあります。
私はどっちかっていうと、お昼のデザートに豆腐ファを買いに来るっていう感じです。で、今のお店、もともとはですね、確かこの辺りにあったお店なんですけれども、2、3軒ほど今の向こう側の方に移って、また営業を再開しています。なくならなくて本当に良かったなぁと、ほっとしたお店です。今年のクリスマス、こんな感じでサンタさんを壁によじ登らせてる飾り付けが結構あります。カオルン側のシャングリラとかもそんな感じでしたね。で、ここに実は外資がありまして、あんまり中の方は営業をしているのかなみたいな感じではあるんですけれども、ちゃんと営業をしています。で、この建物が意外にシンプルで、結構私は好きだったりするので、ちょっと斜めから写しておきたいと思います。色はこう下の方がちょっとレンガ色なんだけれども、上の方に行くと淡いピンクになっていて、なかなかに可愛らしい色合いです。ベースはただの直方体っていう感じなんですけれども、シンプルで機能的でいいなというふうに思っています。さあ、この角のお店、昼間になると行列ができるジェームスボンボンベーカリー。元フォーシーズンズの方が開いたパン屋さんです。目玉になっていたのはもちもちのパイナップルパン。ケーキなどは結構強気なお値段設定です。人気店なのにこんな朝早くからちゃんと営業しているあたり、なかなか好感が持てます。ここの向かい側にある、さっきサンタさんがよじ登っていたビルの中に、全農がお肉を卸している焼肉屋さんが新しく入りました。美味しかったです。さて、今新聞立ち読みをしていたのは、本当は新聞を配るおばちゃん。広告がたくさん載っていて、無料で朝配っている新聞です。8時になるとおばちゃんたちお仕事を始めます。セブンイレブンでは毎朝やで1杯分の値段でもう1杯もらえるよの、なんか美味しそうなドリンクを売っていますけれども、だいぶ寒くなりました。ちょっと今日は冷たいドリンクは遠慮したいかなといった感じです。ようやく香港も寒くなってきて、先ほどからちらほら私が映り込んでいたりしますけれども、ジャケットとロングブーツをこの週末から出し始めました。ようやくです。正面の角丸のこちらのビル、195話でエッグタルトの紹介をしたビルです。デニッシュベーカリーがグランドフロアに入っていて、2軒目に紹介したお店はなくなってしまいました。エッグタルト5ドルから6ドルに値上がりしています。そしてこの大きな木があるところは221話、東京湾の空き地で紹介した一角。ショッピングモールができる予定になっていて、着々と準備が進んでいます。準備というか、土地の造成というか、建築の準備ですね。ポインセチアが可愛らしく飾ってあります。で、そのショッピングモールができるようになると、なんかもうこうミニバスのステーションみたいなのができるらしい計画になっていたんですけれども、果たしてどうなるのでしょうか。今一瞬映った路上に重ねて置いてあった大きなペットボトルは、ウォーターサーバーのペットボトルです。この辺り一帯のオフィスなどで使われているウォーターサーバーの交換のなんか中継ポイントみたいなところになっています。毎週1回くらい業者さんがどこのオフィスも入ってくれてるんだと思います。さあ、そんなこんなでクリスマス前のトンロワンの様子でした。あと、さっきのトンロワンの空き地、上から見ると今こんなことになっています。真ん中にある木が途中で枯れちゃうんじゃないかなと思ったんですけれども、無事に元気に青々としているのでほっとしているところです。それでは8銀ゆりでした。